そうだな、ローがおとりになってくれれば。よし、ペロ。足が少し痛い。大丈夫か？支えがいるか？平気、そこまでじゃない。あ、そうか。辛かったら言ってくれていいんだぞ。うん、本当平気だから。何か視線を感じる。誰かが助けを求める。おう！なあ？あなたは？マジかよ！うん。よし。よっしゃ。マハバルも大した男だな。メナ人に使われる身から今では自分の船を手に入れて。ねえアルフェン、私たちこれまでいくつ下病を封じてきたかしら。どのくらいになるだろう。何しろ世界中だからな。思ったよりも長い旅になったわね。なあシオン、その疲れてないか。いいえ大丈夫だけど、もしかして私そんな風に見えるの？服装が乱れてた。それとも目の下にクマとか。違うんだ、シオンはいつだってきちんとしてる。俺が言いたいのはシオンが我慢してないかってことだ。我慢？本当は戦いから離れて静かに暮らしたいとか、もっといろんな服を着たいとか。アルフェン、あなた何か勘違いしているんじゃない？いいこと？私は我慢なんかしていないわ。下病の封印は私たちにしかできないことよ。だから望んでやってるの。それにまだ混乱している世界を放ったまま落ち着いてなんかいられないわ。この服だって私が好きで着ているの。全部私が選んで私が決めたことばかりよ。あなたとの旅だって私が一緒にいたいから。だから、うん、今もこうして、うん、あ、よくわかった。変なこと言って悪かった。だったらこの話は終わりね。さあ行きましょうアルフェン。あ、行こうシオン。前に出るな。巻き込んでしまうから離れてて。やめろ。燃えなさい。マジンテン。まだよ。アンチャンス。
ぶっ飛ばせばいいんだな。やってやる。やめて。俺の真骨だ。いや、そうか。飛び上げ。私の手が必要か。任せたまえ。行くわよ。当てる。無情取られた。しよう。私の出番でしょ。突っ込んでくるぞ。それを止めるためにこの盾がある。分かった。分かったぞ。こっち。ルビンのおかげで私勇気がもらえたよ。ああ魔法使いについてちゃんと理解しようとしてくれる人はいるんだ。そしてそれはリンウェルの頑張りのおかげだと思うぞ。いつかみんなが魔法のことを正しく知ってくれるといいな。ちょっと牧場の様子を見ねえか。もう一発必要な奥はファースト。
あの子守りが固いな。それを防ぐのが私の役目です。ありがとう。次はあなたの番ね。気を抜くなよ。あれが倒すべき相手か。どきなさい。水の力で踏みないや。炎よ、この場での使い方だ。行くわよ。止める。目を凝らせやがって。こうも飛び回られてはな。俺たちの愛嬌じゃねえか。足が音強いよね、アルフェンとか。俺はぶっ潰してやる。だいぶズーグルの数を減らせたんじゃねえか。これで前よりは安全になったよな。よし、マハバルの部下に報告しに行くぞ。足が少し痛い。大丈夫か？支えがいるか？平気、そこまでじゃない。あ、そうか。辛かったら言ってくれていいんだぞ。うん、本当平気だから。よっしゃ。よし。うん、船乗りってなんかいいよな。マハバルもあの船員もカラッとしててさ。確かに、ローは結構気が合いそう。あの揺れさえなければ私も船が好きになれたかもしれないな。ナザミル、謝っておきたいことがある。私に？どうして？ナザミルがレネギスで調整されたのは多分俺のせいなんだ。アルフェン、それはどういうこと？君たちを調整した連中が己の目的のためにしたことだ。テュオハリム、気持ちはわからないでもないが、わざわざ語弊のある言い方をせずともよかろう。説明して、詳しく聞きたい。始まりはレナの精霊がダナの精霊力を根こそぎ奪おうとしたことだ。レネギスはそのための装置、俺たちはその部品だった。アルフェンは逃れたが、黒幕の目的のためにはどうしてもその代わりが必要だったのだ。それで私も。ああ、大勢調整されたその一人だと思う。ナザミルの紋章は不完全だった。最後までは調整が済んでいないのだろう。ボルラーンね。ボルラーンが先に完成したから。我々は1年前ナザミルと違った形で出会っていたかもしれなかったわけだ。なぜ解放されたのかは分からんが、おかげでこうして巡り会えたとも言える。シオンもそうなの？私のは受け継いだものなの。調整されたのは私の先祖。とにかくナザミルの調整は俺と関係ある。すまなかった。いい。
アルフェンが自分で望んだことじゃない。それなら私と同じ。それに調整されて失ったものなんてない。それより自分と同じ人たちがいるって分かって嬉しい。ナザミル、バイフォンのおっさんは漆黒の翼の本部にいるはずだよな。